今回は損保美術館で開催されるモンドリアン展を紹介していきます。この展覧会は東京で2021年3月23日火曜日から2021年6月6日日曜日まで開催される予定です。今回モンドリアン展はピート・モンドリアンの生誕150年を記念して、日本では23年ぶりに開催される貴重な展覧会です。オランダのデンハーグ美術館所蔵のモンドリアン作品50点、そして国内外美術館所蔵のモンドリアン作品と関連作家作品を約20点展示しています。ピート・モンドリアンは1872年にオランダ中部のアメルスポルトに生まれた画家です。1908年に画家ヤン・トーロップに出会い、象徴主義に傾倒しつつオランダの風景などを描きました。その後、滞在サパリでキュビズムに触れた後は新造形主義を立ち上げ、第一次世界大戦を挟んで生物や樹木など身近な主題を抽象化した独自の作風を描くようになっていったのです。水平垂直線と原色の平面による代表作コンポジションシリーズは、第一次世界大戦後新造形主義に従って厳格に作り上げられたものです。晩年ニューヨークに移ってなお精力的に制作を続けたのです。デンハーグ美術館からの借用作品はあまり知られていない初期の自然的な風景画から晩年のコンポジションシリーズまで多岐にわたります。オランダからパリ、そしてニューヨークへと移り住みながら画風を変化させていたモンドリアンの軌跡をたどることができます。また本展ではモンドリアンと同時代の作家による作品を合わせて紹介しています。彼らのその芸術の広がりを目の当たりにしたとき、皆さんは何を感じるでしょうか。今回はモンドリア展を紹介しました。次回はあの画家を一緒に見ていきましょう。それではまた次回の動画で。